さあということで、今日また大西さん、ね、ちょっとご多忙中ということで。ご多忙中ですか、これはあれ、ま、アルビトークはシフト上正式な仕事ではないということですか。いや、ね、正式な仕事ではあるけれどもね、正式な優先順位は決して高くないんじゃない、高くはないということですね。アナウンス部の中ではそういう、うん、疑いもあります。これはまあ、大体そんな感じはしますね。まあ、アルビの試合行く前にね、まあ、いろいろ動きもあって、うん、今年は意外と、どのチームも、まあ、J2 ね、この時期大体 2,3 チームは監督途中交代みたいなね、恒例行事になったんですけど、今年はなくて、うん、ついに大宮がね、うん、相馬監督を、そうですね、元鹿島のね、だまあ、うん、相馬監督って結構ね、固いブロックで堅守速攻なイメージでしたけど、鹿島時代から。まあ、J1 の鹿島でね、去年かな、結構低迷したところをね、うん、割と上位まで引き上げましたから、ね、成績的にはね、うん、かなり取り戻しましたよね。そういう、まあ、手腕を買われてということなんでしょうね、うん。だから目の前の試合にどんな手を使っても勝つっていうことがいいのか、うん、一旦なんかこうちゃんと自分たちのスタイル確立してチーム作ろうよっていう、うん、まあでもね、そういう感じでやってたと思うんだけど、うん、まあ、うまくいかなかったですよ ね、きっと。まあ、まさかここまでね、低迷するとはっていう、まあそうでしょうね、誰もがね、いくらなんでもっていう感じなんでしょうかね、大宮って。まあ、あと昨日 J1 の試合もあって、はいはい、割となんか結構すごい試合がね、たくさんあってその話しますか。ね、南部さんともゆかりの深いね、札幌さんも結構偉い試合をね、いやー、やってましたけどね。あのね、まあ、1-6 で負けたんですけどね。あ、1点返したんですね、ホームで。そうそう、中盤に1点入れたんですけど、先に6点取られたっていうね、試合です。あのね、福森選手がね、あれ、まあ、非常に素晴らしい選手なんですけど、通常3バックの左をやるんですよ、うん、で、昨日はね、ボランチで出たんですね。で、これはざわついたわけですよ。あ、なるほど。おいで、そのね、ボランチっていうのはね、2018年に1回やってるんですよ。あ、そうなん。アウェー仙台戦で、僕ちょうどそれ仙台行ってたんですけど、はいはいはい、で、その時はね、前半だけで、まあ、ちょっとそんなにうまく機能したかっていうのはまた別として、前半を終えていつものポジションに戻ったんですよね、その時は。なるほど。で、それ以来だったんで、こうかなりざわついて、みんなすごい期待感を持って見たと思うんですよ、うん、そしたらね、前半10分に一発レッドで退場っていうで、しかもね、公式記録前半10分なんですけど、事実上5分なんですよ。もう大西さん、あ、すいません、お待たせしました。到着しましたね。前半5分にね、ファールして VAR だ、オンフィールドレビューだっていろいろやってて、公式記録が10分に、レッドカードが出たタイミングが10分だっただけで、なるほどね、実際5分しかプレーしてない。そうか、 VAR があったわけですね。そうそう、審判流したんだけどね、 VAR が介入して、よーく見るとちょっとこれ足裏当たってんじゃないのみたいな。最近そういう事象が多いですね、うん、札幌の、昨日ちょっと札幌さんが結構ね、すごい試合をしてたんで、その話をして、福森選手前半5分で退場して、1-6で負けましたっていう話をそんな試合が、はい、マットさんこんばんはということで、お待たせしました。お待たせしました。あ、来ましたね。そうそうそう、今日着ようと思って持ってきたんだけど、そう、あの、そうです、そうです、今週のね、土曜日、日曜日か、あのサイズ違いがあるよっていう話を前回したので、2つ持ってきました。こっちがね、前回私が着てたキッズサイズ。キッズサイズね。ナムさんこれ持ってください。それで十分よみたいな。そっちがフリーサイズ。フリーサイズ。だいぶ違うね。結構違いますよね。見えます？わかります？違い。ああ、まあ確かにこれ丈見ればわかりやすいかな。そうですね。うん、丈がちょっとね短いし。まあ小柄な方はこっちでいいかなって思うけど、まあ全然女性でもこっちのサイズでも可愛く着られる。まあ、してても。うん、と思います。まあ、これ着るんだったら私でも中になんか着ちゃうとモゴモゴしちゃうかなっていう。あ、なるほどね、それは全然いろいろ着られそう、人それぞれで、はい、っていう感じ。これが今週
今週は、ね、山形戦でねもらえます、もらえると。先着1万何人だったかな、そんな感じのね、1万4千人ぐらいだったかな。じゃあタイトルコールいきますか。はい、切れてる、よいしょ、大丈夫かしら。松さんは山形戦行けないからもらえないんだわ、はい、と。あら、シュライムさん、こね、こんにちは、シュライムさん、こんにちは。じゃあ行きますか。はい、行きます。はるかの気ままにアルビト。いやーね、すごいですね、すごいね、すごいよ。3-0でしょ、うん。まあ、一言で言えばこれ2試合通じてですけど、アルビが強すぎたよね。強かった。ちょっと強すぎるよね。あの特になんか若手の躍動がすごくて、すごかったね。それに触発されたベテラン勢もさらになんか盛り上がって、盛り上がってるよね。いい相乗効果になってるというか、これいわゆるだからチームの完成度やばくねみたいな。やばい。あと層が厚い、本当に厚い。なんかこれまでも層が厚いとは言ってたけど、今一番なんかすごいそれを感じてますよね。充実感がすごいよ、うん、いよいよすごいぞっていう。本当に次誰が出てくるかわからないっていう。もう誰でもいいんじゃないね、感じすらする。もうみんな出たんじゃないかっていうぐらいのね、うん、あ、そうですね、そうですね。なんかさ、始まる前さ、シオン選手の代わりはいないでしょとかさ、高木選手の代わりはいないよとかね、両サイドバックは替えが効かないとかさ、いろいろ言ってたんだけどさ、こうどこもいるんだよ代わりがねすごいですよね。だからね、すごいよね。普通はありえないことだよね、うん。ちょっと振り返っていきますかね。はい、まずはこの横浜 FC ですよね、はい、あ、もう開始30秒のやつですね。ねえ、まさかこんなね、開始6分までに2点取れるとは思わなかったですよね、うん、びっくりした。ちなみに訂正したいのは、僕が先週の配信で言ってた横浜 FC のやり方全然違いました、ね、僕が言ってたことと、うん、全然違った。ちょっとね、言うならちょっと緩いというかね、うん、相手もちょっとこうゆったりしたような感じのね、入りはふわっとしたんでしょうね、うん、そんな感じでしたね。僕が思ってたよりも格段にミシャ式でしたけどね、うん、もうアルビはね、もう出だしからハイプレスでね、圧力かけてきました、うん、その勢いで、なんか勢いが本当すごかったです。すごかったね、うん、星選手と並んでましたね、前はね。あ、そうですね、この試合ね、この試合こうだったっすよね。そうですね、でこれまあ逆だな、多分こうだったと思うんですね、うんうんうん、で、まあ、星選手がもういわゆるフリーマンみたいなね、そう、なんかね、なんかボランチよりは前にいましたよね、うん、ほぼほぼもう 4-1-2-3 と言ってもいいんじゃないかっていう、いや、まあそうだったと思いますね、立ち位置でしたよね。で結局ね、星選手を捕まえれないんですよ。そうなんですよ、このダダダッと2点入ったのは結局横浜 FC の選手たちがこの星選手を捉えきれずにやられたっていうようなね、印象もありましたよね。そうね、うん、で星選手が捕まえられなくて、伊藤選手が結構いい感じでボールを受けれたんですよね、うん、でそれが立ち上がりはかなりいいシーンにつながったのがあったんじゃないかな。そうですね、伊藤亮太郎選手ね、うん、だからこう、なんていうんですかね、この伊藤亮太郎選手と星選手とこの谷口選手がね、常にこういい距離感で、トライアングルを描くようなね、立ち位置で、でその周りをこの若いね、小見選手、水戸選手とかね、が自由に動いて、チャンスを作ってっていうようなね、シーンがいくつもありましたよね。この試合に関してはね、でもね、僕ね、横浜 FC が弱いとは全く思わなかったですけどね。横浜 FC はね、俺やっぱり強いなとは思ったんですよ、うん、で正直ね、アルビが多分強すぎたんですよだからだと思う、特に立ち上がり、ね、前半はもう圧倒したって感じだった、うんね、町田戦終わった後にね、チョンテス選手がアルビはめっちゃ強かったってツイートしましたけど、うん、本当それは嘘じゃなかったっていうね、うん、本当リアルな感想だったみたいな ね、で、昨日のね水戸戦、はい、スコア一緒ですけどね、なんかこう
好対象というか、あ、まあ、そうですね、前半は割と苦しめられましたよね、うん、いやそう割とさ前半良くなかったとか、うん、まあ、確かに山形のプレスが効いてて、で結構チャンスも作られたと思うんですよ、うん、ショートカウンターとか、うん、結構チャンス作られたと思うんだけど、だけど別にこれ劣勢とは思わなかったですよ。そうですね、アルビもボール握って、うん、チャンスも作ってたし、うん、でまあ、言ってもまあ五分五分というか、なんか持つチームとプレスのチームの拮抗したいい試合みたいな感じに僕は思ってて、うん、でむしろ全然いい、まあ、歯がゆさみたいなのはねありましたけどね、うん、なんかそんなに悪い印象はなかったですね、うん、なんかさこうこれ点取られるかもしれないけど点取るのも時間の問題かなみたいな感じもあって、うんうんうん、でさ去年ってさこれ点取るの時間の問題だなと思って前半終わったらさ後半になったらさ全然取れなくてさ、うん、ポロッと1点取られて負けちゃうとかさあったじゃない、うん、それは本当に時間の問題で3点取ったからね、うん、なんかそこはもう本当に進化みたいな、いやそうでもあそこから3点取ったのがすごいなっていうか、うんね、うん、でなんせこの試合は伊藤選手が良かった、ね、よかった、あの前半から良かったと思う、監督も言ってましたよね、うんうん、伊藤亮太郎選手のね、あそうあんまりこう名指しで褒めることをしない監督が名指しで褒めてたから、うんうんうん、すごいなと思って、それもまた後半もうボール持って運ぶのとかさドリブルもすごかったけど、うん、前半もさ実際あんまりうまくビルドアップそんなにうまくいってないっていうのもそうかもしれないけど、伊藤選手結構ボール引き出して、うん、そこから攻撃につなげたりっていうのは、うん、いくつかシーンがあったと思うんだよね、うん、それは、うんうん、やっぱ伊藤選手がかなり躍動してるっていうのはあったんじゃないかなと思うけどね、うん、いいパスもね、パススピードもすごかったですね、うん、吉田陣平について話してる、まあうん、吉田陣平選手ね、いやあの吉田陣平選手あれですか、運べるっていうのがまた魅力的ですね、あのさ後半の何分ですか、すごい運ぶドリブルがあっ あったコンドクシオンがありましたね、まさにあれはそうですよね、あのすごいコンドクシオンがあった、コンドクシオンだっけ、コンドクシオン、ドクシオン、あれはすごい、あったあった、 こっち側でね、うんうんうん、なんか相手近いところからガッと、あとノールックのパスとか、うん、なんかすごいいいよね、だ自信満々、なんかベテランのなんですかっていうぐらい、ね、で身長何センチぐらい、すごいちっちゃいよね、小さめだったですね、まあ、決して高くはないですよね、170前後なんでしょうかね、うん、いやあんなトラブルでさあんな風にこう交代して入ってさ、そう、ね、いやでもそれもさ、これが初出場じゃなくて、うんうん、前にちょっと出てますっていうのがやっぱあるから、うんうん、そうですね、確かに全然そこは経験あるんで大丈夫ですみたいな感じなのかね、うんうん、監督のそのマネージメントっていうのもいいのかもしれない、うん、にしても相当落ち着いてましたよね、すごいね、大したもんだから、うん、アルビの他のボランチ陣にはない武器の一つですよね、これね、うん、ドリブル、うん、まああの入団会見でもね言ってましたもんね、もうドリブルが自分の武器だみたいな、ね、うんうん、ことを言ってました、ね、それはいかんなく発揮できるっていう、ね、あ、ね、うん、俺たちがやってたあのコンドクションすごいよねっていうのが、うん、運ぶドリブルというよりはレガテ、かっこレガテ突破するドリブルでしたね、レガテ、そんな言葉もあるのね、レガテ突破する、シオン選手はレガテが得意な、ね、レガテ突破、ブラーブさん、ね、何語なんだろう、レガテ、でスペイン語なんじゃない、スペイン語、コンドクションはスペイン語だってこの間ググったら、でそう2回ほどあったんですよ、その後ろの方でスルスルっと行くのと、うん、あとね相手の結構アタッキングサードぐらいでもう割と結構行ったりしてるね、とこもあったんで、それはまさにレガテのような突破でしたね、あれかな、うん、もうリードしてさ、うん、結構おせおせムードだったから、うん、それで入ってきてさ、うん、そういう後半はもうちょっと得意なプレー見せちゃうみたいな感じでノリノリで行ったのかな、どうなんでしょう ね、 ね、アイランドコーンさん、秋葉監督試合前に新潟に勝てるのは俺たちしかいないと、うん、ね、確か言ってましたけど、ね、うん、なんかプロレスを見てるようなね、うん、試合終わった後のね、うん、コメントとか、熱かった、すげえ4-0って勝ちますみたいな、言ってましたね、秋葉監督、俺でも試合後のコメント非常に好きだね、わかる、好き、ね、聞きたくなりますよね、うん、非常に好き、うん、今回もJ リーグのさ公式サイトに出てる監督コメントも、うん、バーって読むと、うん、なんかすごい好きな感じの、うんうん、なんかね、
2位の新潟と今自分たちの差は何なのかってことが分かった、うん、だけど俺たちの方が勝ってるもんもある、うん、だけどさ、こう 3-0 で言ったら完敗ですよ、試合見たら、うん、だけど自分たちの方が勝ってるもんもある、事実あるんだったら自信持って言っていいじゃん、なんかさ、うん、負けたんだから、はい、結果が全てですねって、それでよく勝ってるとこあるとか言えますねみたいなさ、うん、そんなこと言うやつは俺センスないと思うから、うん、もう自信満々でそれを言うっていう、その監督のスタンスは僕は好きです、すごいです、外国人監督っぽいよね、そうですね、そうです ねそれは好き、うん、ちょっとアルベル監督にインスパイアされてるよ、うん、いやこんなのね、メディアがね、なんぼ結果がすると批判しようとも、監督はもうそれは事実そうなら、それを堂々と言ったらいいと思う、うん、と思いますね、だからもう次ホームでやるときは楽しみですね、いやそう、すごい楽しみになりました、またね、いやいいですよ、俺水戸、なんか俺応援したい気持ちに、いやそうなる、ちょっとね、うん、いいと思う、だ水戸のサポーターはそういうことも含めてすごいやっぱクラブ愛してるのかね、チームもね、そうですね、なんかいいんじゃない、水戸、なんかああいう風に言ってくれることによって、なんか本当、うん、こっちも水戸を応援したくなるし、うん、来てくれるのが楽しみになります ね、こっちはそれに対してじゃあどうこう向き合うというか、うん、またそれでねどう上回るかって、ね、そう非常にいいよね、うん、で水戸はねプレスとかショートカウンターでね早くチャンスを作るっていうのは確かに素晴らしかったと思うからね、うん、実際前半特にね、それはすごいいいと思う、楽しみです、ね、まあ、ちょっとね、いろいろこの2戦6ゴール完封2連勝、まあ、ポイントというかね、まあ、先ほどもちょっと言いましたけど、ポジショナル星みたいなね、この星選手の見事な立ち位置、まあ、特に横浜 FC 戦ですよね、まあ、水戸に関してはもうなんかその横浜 FC の星選手をもう十分に研究して、まあ、封じられているところもありましたけどね、まあ、この星選手のボランチっていうね、この選択肢が一つ増えたっていう、非常に良かったんだよね、やっぱなんていうのかな、こう受け方がいいんでしょうね、勝ち位置がね、だから本当にそれは本当にそう、相手が困るところに立ってるみたいなことなんでしょうね、まあ、本当ユーティリティープレイヤーってことですよね、うん、もう一個ね、このちょっとポゼッションの罠って書いたんですけどね、これ何のことかちょっと分かんないと思いますけど、この水戸戦なんかはもう本当アルビの前半はもうアルビのパスワークを本当完璧と完璧に近い形で封じてきたと思うんですよね、ただでもアルビパス回しだけじゃなくてやっぱこのカウンターとセットプレー持ってるんで、結局まあ点取ったのってこの2つ、先制点は水戸選手のパスカットからカウンターでしたし、2点目はセットプレーでしたし、なんかこうポゼッション封じだけに専念してるとこういうところ一瞬の隙が生まれてやられるのかなっていうね、そんなようなことを感じさせる試合だったな、だからポゼッションだけじゃなくてこのカウンターのスキルとセットプレーの強さ、これも合わせ持ってるっていう今のアルビの強さ、まあ、水戸戦の水戸選手のゴールももちろんそうですけど、横浜 FC の時なんかは、ね、なんか持たせて狙ってるみたいな感じすらちょっとあったもんね、うんうん、そうそう、ね、ただの星ではない衛星なのだっていうね、コメントも来てます、うん、ただの星ではない衛星なのだ、ね、なるほど、衛星ね、あ、そう、あと水戸戦はあれでしたね、後半藤原選手ボランチ入りましたよね、多分アルビに来てから公式戦では初めてじゃないですかね、ボランチに入るのはね、うん、きっと、もともとボランチの選手ですしね、あ、もう両サイドバックはまあすぐにでもできるでしょうね、うん、ボランチはね、なんかもうやってるとすら言っていいくらいだもんね、うん、サイドバックと言いつつ違和感なかったですよね、うん、ね、なんか島田選手とか甲選手がずっと出てる時はね、これボランチの回ないんじゃないかっていう声がね、うん、結構多かったと思うんですけど、多かった、もう結構できる人いるよっていう、結構そうですね、結構いるんだなってことにはなったね、だってそう島田選手、いや秋山選手がいて星選手までやったしね、そうですね、吉田陣平選手がいたしね、なんならゴメス選手もやろうと思えばできるしね、いや全然本当すぐにでもできる、なんなら高木選手もやってたしね、ああそっか、そうですね、結構ボランチの人材が豊富なことが、ね、逆に
ここ数試合でね分かってきましたよね、うん、ね、あとちょっとコメントでもちょいちょい来てますけど 今ね、このやっぱ谷口選手、うん、まあゴールこそ最近ちょっと遠ざかってますけど、うんうん、この4次元的とも言えるようなね、4次元的、縦、4次元的、縦横へ、まあ横浜 FC 戦なんかは特に降りてくる、うん、効果的に降りてくるプレーも散見されましたし、うん、水戸戦なんかは割と結構サイドに、うん、ね、まあそうですね、完全にそうでしたね、開いて、うんうん、このワイドの動きをね、この若い小見選手、水戸選手、シオン選手をこうなんか生かすようなね、うん、まさにこの偽9番的な、本当そうね、新境地を切り開いてんじゃないかな、うん、FC 戦でガンガン降りてきてパスを受けるから、うん、あの縦パスを絞れなかったですよね、横浜 FC はね、うん、取りどころを、うん、そうなんですよね、水戸戦もは本当ガンガンサイドに流れてずっと張ってるようなのもある、うん、プレーもあったしね、そうですね、でサイドチェンジ結構ね効果的に蹴ってるようなシーンもあったし、うん、あの伊藤選手とかから出たシーンもあったと思うし、まあなんかなんせ何でもできるっていうことで、うんうん、そうそう、このね谷口選手のサイドチェンジね、横浜 FC 戦でも何本かありましたしね、なんかこういうこともできちゃうと、もう相手にとっては本当捉えどころのない選手というかね、うん、ただマークついてりゃいいってわけでもないですしね、もうね、皆さんのコメントがすごくてね、こうついていけなくなるね、なんか今日ちょっと多いですね、すごい多い、今日何、ありがたいですね、今日もうすでに475人、え、そんなに見ていただいてるということで、やっぱりアルビが勝ってると皆さんね、すごい、え、だって今日テンション上がるという、今日平日ですもんね、平日、すごい、すごいね、ね、ありがとうございます、そんなに、藤原選手は本当はボランチやりたいんだって、なんかでコメントしてたらしい、そうなんだ、確か北九州であのサイドバックにコンバートしたというかね、でそこから出番掴んでアルビにやってきたみたいなね、うーん、感じですからね、藤原選手的にも昨日はやっとできたみたいな感じなのかな、感じなんでしょうかね、ここが俺のみたいな、確かにちょっと嬉しそうな顔してたかもしれない、うん、そう見えた、うん、そう、そう見えた、そうですね、うん、千葉選手も昔やってましたからね、若い時ね、あ、そう、ボランチでしたからね、もともとはね、横浜戦の小見くんの伊藤選手へのクロスが素晴らしかった、伊藤選手もダイレクトに、ああ、あれね、ダイレクトに枠に蹴って、いつ決めてもおかしくなかった、結構最初の方のやつ、うん、そうですね、うん、もう、あの横浜 FC 戦に関しては、もう小見選手は無双状態でした、いやー、ちょっとすごかったね、もうスイッチ入ってましたね、もう、もう相手がノーマークだったのもあると思うんですけどね、あの昨日もすごいフリックでチャンス作ってましたね、うん、フリックしてゴメスさんが外で受けて、うん、ゴメスさんが低いクロスで伊藤選手の足元に入って、うん、惜しかったですね、であれね、右側の水戸選手、うん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 、あれすごいいい形だ、前半一番いい形だったんじゃないかな、うん、なんかなんていうのかな、もうその横浜 FC 戦が初先発で、なんかその初先発であそこまでパフォーマンス発揮できるっていう、うん、やっぱこの普段の練習どんな練習してれば、ね、あんなパフォーマンス発揮できるのかっていうね、なんかモバイルジェットにお父さんのコメントが載ってましたけど、お父さんがね、その横浜 FC 戦見に来てたみたいでした、うんうん、スタジアムに、ね、なんか載ってましたけど、なんか高校時代のこう小見くん、まあ、がこう戻ってきたような感じっていう話をなんかお父さんしてましたね、去年はちょっとくすぶってるのかなって思って見てたけど、その高校時代の生き生きとしたプレーとか、うん、そのこう自信を持ってこう楽しんでプレーしてる様子がなんか見られて嬉しかったみたいなコメントが載ってましたね、確かにね、ね、やっぱ今年そういう選手はまあ結構いますよね、なんかそういうやっぱり勢いがあるというのかね、うんうん、一人一人ね、やっぱり去年と比べるとその辺はやっぱり松橋監督、あとやっぱ田中達也コーチのやっぱ存在 ね、 そうですね、きっと大きいんじゃないですか、大きいでしょうね、田中達也コーチ、うん、水戸選手がアンダー19、ああそうですね、アンダー 21かな、うん、代表ね、選ばれましたね、選ばれましたね、だからまあこれまでね候補としてね、うん、何回か合宿とかには呼ばれてましたけど、うんうん、
こう正式な代表としてはこれ多分、うん、いやいやだって、うん、アルビ入ってからだと初めてかな。アンダー23のアジアカップに出るわけですからね、うん、これはもうパリ五輪に向けてっていうね、に向けて、ね、これはもういいですよ、明るい話題が、うん、もうパリ五輪推しでいきましょう、うん、ね、オリンピックに出てほしい。だこれあれですよ、これアジアカップで活躍するようなことがあれば、これ本当どう残すかっていう、どうステイさせるかっていう、そういう戦いが今度発生しますからね、クラブ側はね、うん、だからパリ五輪に出る時も、うんうん、アルビの選手が出たぞって思いたいから、うん、アルビにその時までいてほしい、いてほしいってことでしょ。そうそうそう、それはね、本当クラブにとっては大変な戦いがこれから始まるっていうことなんです、それは。そうですね、ものすごい戦いになる。多分まあね、パリオリンピックがある頃まで契約はね、多分してると思うんでね、おそらくね。あ、本当。多分。してますかね。契約をしてる複数年で。多分ね。してるかな。の選手で。いやだけどね、移籍金出ちゃえば。まあね、そう、まあそうそうそうなんですけどね。だけど移籍金出すって言ってもクラブが拒否ればいいのか。まあそういうことですね。でも。多分。いや、5年ぐらいは結んでんじゃないかなと。これ6月にさ。大活躍するじゃん、はい、そしたら7月にさ、海外のオファーってさ、うん、普通にあるじゃん、うん、俺それ止めらんねんじゃねえかって気がしちゃうから。あ、海外か。海外だったらで、国内だと多分ないと思うのよ、うん、残って昇格自分がさせるっていうぐらいのねことに思ってくれると思うんだけど、海外か、うん、J1 でからのオファーでも国内はないと思う、行かないと思うけど、海外だったらさ、海外はそうです ね、シオン選手よりも先に行っちゃうのか。あ、まあけどやっぱり他の選手もね、こうなんていうか、そういう例があれば、まあね、いてほしいけど、うん、そういう例ができればね、うん、こう逆にまた選手獲得する上でもプラスになる要素、まあそれはなると思うんでね、それはそう、アルビで結果残せば。アルビってこう契約ある選手ってどうなんですか、うん、選手の意向が優先なのか、クラブ的判断なのか、うん、どっちがケースバイケースなんだろう、ね、シオン選手なんかはね、結構毎年のようにね、うん、そういう噂が出てはなんか、ね、残ってみたいな、ね、札幌は、うん、どんなオファーも絶対選手に伝えるんですって、うん、で選手に判断させるんです。選手判断なんだ、うん、でそれで行くってなったらそれはもう行かせるんです、選手に決めていいんです。でその代わり、うん、先のその移籍金、それはちゃんと先に設定して、うん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 、でその欲しいというオファーがその額を出すっていうことが前提に、まあ、じゃあもう本人に判断させる、その価値が見合うんだったら、まあ、それはいいでしょうというふうにもうルールとして決めてるんだ。うーん、まあ、クラブによっていろいろだと思うんだけど、アルビどうなんだろうな。どうなんだろう ね、まあとりあえずでもこの来月のねU23、うん、アジアカップでね、とりあえず活躍して、いやしてほしいですね。してほしいですね。とりあえずしてほしいよね、うんうん。これ活躍するっていうことを見越して、我々新潟地元メディアとしてはどう映像を入手して、うん、どう報じていくかっていうことは、うん、とりあえずでもダゾーンでね、やるんだ。一応見れますよね。見ることはできるんで、ね。ダゾーンで見ることはできるんで、多分買おうと思えばダゾーンか、ね。ダゾーンから。買えるんじゃないかな。いくらかかるかって。いくらかかるかって、ね、多分AFC とかだと思うんですよ、うん。はいはい。アジアサッカー連盟とかの権利だと思うんですよ。うん、だからこれ多分キー局からもらうっていうのが俺たちは一番正解だと思うんだよね。おこぼれを。キー局から普通に系列に配信していいことになってて、ただ使用料とかそこのね、どうだろう、プロダクトとかの関係だけがどうかって、うん、ちょっと確認しましょう。これちょっと確認しましょう。うん、そうですね。うん、これはやんなきゃいけないですね、こういうことはね。すっごいなんか内側の話してますけどね。ちょっと水戸選手にね、我々をパリに連れてってほしいですね。我々、あ、行きたい。水戸選手が出れ、ね、オリンピック出ればね、新潟のローカル局もパリへ飛べるっていう ね、 そうですね、可能性が高まりますんでね。特番作ればね、いけます ね、 ね、いうことでね、うん、ちょっと他の試合も見ておきますかね。はい、仙台、あ、これも結構注目カードだったと思うんですけどね、仙台岡山はスコアレスドローという、うんうん、結構お互いに拮抗したような展開でね、まあ、これ両チームにとっては痛いドローなのかなっていう、仙台的にもちょっとね、新潟横浜を突き放す上でも痛いドローだし、
岡山としてもこれね結構差開いてるんでね、自動昇格圏と。あれこれ岡山ホームでしたっけ、ね、仙台ホーム、岡山がアウェイですね、仙台のホームで行う、うん、ってことは、まあ、仙台は痛いんじゃないですかね、うん、仙台は痛い、まあ、まあしょうがない、貴重な勝ち点1と言いたいですけどね、うん、ちょっとこの差を考えると岡山的にも勝ちたかった試合、うん、まあそうね、で、まあ、まだ悪くないでしょうね、うん、まあでも新潟的には引き分けてくれてね、よかったよかったというような感じですね、まあ、横浜 FC もしっかりと勝って、小川航基選手もね久々にゴール決めましたね、うん、山形も勝ってコーナーキックの流れからね先制しましたね、うん、ただ後半は結構山口にも押し込まれるような場面もあって、まあ1点守りきったっていうような試合ですかね。あ、うん、そっか、岡山と山形はだからこれまだ勝ち点分かんないですね。そうですね、まだあと山形はさらに言うと、1試合まだ未消化なので、あでさらに岡山との再試合も控えてるってことなんで、ね、じゃあ最大プラス6まであるんだ、うん、そうですね、山形はだからプラス6まで伸ばせる、うん、まあそっか、そうなると結構自動昇格圏にもねぐっと近づいて近づいてくる、うん、熊本も強いですね、結構ね。いや、熊本強いと思う、うん、実際、ね、あのアウェーでやった時強かったと思う。結構台風の目になってますよね、今年もね、うん、あ、岡山の監督がガッツポーズしてたよっていうにゃんちゅうさん、ん、じゃあ岡山的にはあれなんですね、そっか、勝ち点1でもやっぱ よかったというか、うんうん、プラスに捉えてるってことですね、捉えてるってことなのかな。なるほど、で、次ですよ、これね、山形またホーム帰ってきて3連戦最後、これはもう絶対負けられない、負けてはいけない、うん、ね、あの順位の位置的にも、まあ、あとやっぱり、ね、天地人ダービー、ダービーでもありますからね。これ毎年聞くんだけど、それ、ね、この天地人ダービーは結構熱いダービーなんでしたっけ、ね、え、ね、熱いダービーなんじゃないですか、うん、川中島ダービーも熱いんですよね、もう熱いダービー、ね、もう J2 ね、古くからねやっぱそういうライバル関係もありますしね、うん、J1 にもね山形いましたしね、うん、まあいたよね、うん、そこら辺を熱く語る川ちゃんが今日いないですね、ちょっと今日まだいないんでね、この後また来ると思いますけど、あ、来るんだ川ちゃん、ちょっと今日遅れてきます。天地人ってどういうお話だっけ、うん、天地人は私歴史弱いんで聞かないでください、ね、誰もね歴史に強い人が今この場所にいないという天地人ダービー、天地人だって上杉謙信的な話なんだよ ね、うん、きっと ね詳しい方ちょっといれば教えていただければなと、うん、越後の上杉謙信が最後は米沢に、うん、山形にいたから、うん、上杉謙信ダービーみたいな話なんだ、ね、そうなんです、ちょっとよく分かんない、誰か知ってる人、ね、ちょっと誰かね天地人のゆえんをね教えていただければね、うん、またご紹介できれば。ああ、でもやっぱダービー勝ちたいって皆さん言ってます、ね、やっぱり皆さん、やっぱダービーは熱いんだね、隣県はやっぱりね負けたくないですよね、うん、いいね、いいですね、ね、クラモフスキー監督ね、4連勝含む9戦負けなしっていうことでね、非常に勢いのあるね、まあ序盤ちょっとつまずきましたけどね、うん、あ、直江兼継の大河ドラマ、うん、なるほど、それがなんで山形と新潟だと天地人だ、直江兼継さんが山形とゆえんがあるんでしょうかね、大河ドラマから撮ってる、ね、直江兼継さんは六日町の人ですよねかな、あの辺ですよね、南魚沼あたりのね、そうそう、そっちの方ですよ、で上杉さん、上杉さん、直江さんあたりはまあなんか関係してるって、ね、関係してるということで妻夫木聡主演ってでもこの直江兼続確か山形にもゆかりあったような気がするな、だからそういう意味での歴史的にもつながりのあるこのダービーという偉人はどっちの偉人なの、俺たちの偉人だみたいなよくわかんないいやでもまあ普通に隣県ですからね、まあダービーはダービー、あ、そうか、米沢、結構米沢が関係してるのかな、米沢はかなり関係してるし、深いですからね新潟ね、うん、なるほど、でも結構割とご覧になってる方もそこまで詳しくは詳しい方はまだちょっといらっしゃらない、ちょっとじゃあ調べておきましょうダービーについてね、
まあ、我々が調べとけって話なんですけど、まあ、そうですね、そうですね、お恥ずかしい。いや、全然恥ずかしくないです。だって気ままにトークしてるだけなんで。そうですね、気ままにですから、ね、全然恥ずかしくない。まあ、ただ山形さんね、調子いいですけど、このチームトップの7得点のね、この藤本選手っていうフォワードの選手がちょっと怪我で、もう多分今季戻ってこれないかなっていう感じの、そんなに、はい、怪我でちょっと離脱して、でちょっと不気味なのがこの山田浩太選手もここ2試合メンバー外で、怪我なのかどうかちょっと分かんないですけどね、もしかしたら突然新潟戦出てくるかもしれないですけど、ただこのデラトーレ選手っていうね、シーズン途中で入ってきた選手ですけど、もうこの選手4点取ってるんで、まあ、決して侮れないというかね、もう誰でも点取ってくる、ね、質の高い選手揃ってますよ。デラトーレ選手はどこ出身の選手？ブラジルだったか、ブラジルだったと思いますけどね。なんか見た目、ルックスはなんかこうレオナルドと、ルキアンを足して2で割ったような感じのね。分かりづらいですね。ちょっとレオナルドっぽいちょっとね、面影もありながら。プレー的には？プレー的には？プレー的にもだからレオナルド的な。とりあえずボール預ければ点取ってくれるみたいな。はい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 、はい、なるほどね。じゃあ怖いですね。怖いですね。気をつけたいですね。まあこれだから、まあ、山形もボールを保持するスタイルのチームですのでね。どっちがこう主導権ね、取れるかっていうような主導権争い。まあ、あとやっぱこの5度目の正直でね、やはり3連勝したいですね。うん、谷口選手ね、ホームなんでね。そうなんですよ、ホームなんでね。ホームはやっぱ勝たないとね。ホーム9連勝もかかってますんでね。もう9か。だから今までの、これまでの史上最多が9なんで、それに並ぶことになるし。いや、そのね、まあ、記録はさ、まあね、まあ、そうそう、まあ、言っちゃいいし、いや、達成したらあのすげえ騒ぎますよ、それは、はい、そこで。あんまりね、あんまり言わない方がいい。だけど、まあ、記録はまあいいとして、で、まあ、ホームもさ、強い強いホームの力だって言っても、別に全勝ってこともないだろうからさ、うん、どっかでは負けもするんですよ。だけどさ、ホームは全部勝ってほしい。まあね、いや、やっぱ勝つと盛り上がりますしね。ホームっていうのはね、やっぱ勝ってほしいんだよね。やっぱりもう位置的にこの自動昇格を争う意味でもね、うん、これ、うん、やっぱ絶対に勝ち点3を与えてはいけないゲームなんでね。谷口選手もね、久々のゴール期待したいですし。そうですね、やっぱゴールは欲しいですよね、うん、谷口選手もね。そうですね、昨日ね、惜しかったからね。そうですね、あれ昨日ですよ ね、何本か打った ね、欲しいですね。本人も飢えてるんじゃないですか。ね、飢えてますよこれは。あとやっぱ見どころとしてはこのサイドの攻防、やっぱ山形サイドバック裏ついてくるのうまいですし、クロスの質も高いのでね、うん、まあ、あと新潟もワイドにね、ドリブル突破できる選手揃ってます、ね、この辺のサイドでのやり合い。サイドはこのハーフですか。そうですね、サイドハーフ。サイドハーフ、サイドハーフとサイドバックとの、ね、コンビネーションというかね、サイドバックも結構ガンガン上がってきますからね、山形。なるほどね、そしたらこういうことですか。これでこう来て、そうそう、こうなってここが空いてとか、ここが空いてきて、まあね、前の試合でもそういう感じでやられたりも、ね、うん、してます、ね、気をつけたいです。ここが空いてきてか、うん、大丈夫じゃないですか。大丈夫か、うん、大丈夫です。大丈夫ですか。ね、大丈夫です、ね、え、まあでも本当またいい試合になることは間違いないと思いますので、ね、うん、あとそうですね、コメントでもありますけど、コウ選手の怪我は心配ということでね。あ、そうですね、あれはどこを痛めたんだろう、うん、ねえ、ねえ、あ、なんかどこなんですかね、あれ ね、映像には特になんか映ってなかったし、うん、った、歩いてましたもんね、うん、ただちゃんとした歩き方じゃなかったよね、ちょっとね、ちょっと引きずってる感じ、うん、もも裏的なことなのかな、この、
まあ、水戸戦後のサポーターへの挨拶に参加せずと、してなかったんだ、足を引きずりながら引き上げてきましたという、ちょっと心配ですね。そうですね、そうですね。あとやっぱり勝って水戸ちゃんを送り出そうってことだよね。あ、そっか、水戸選手これ次が最後か、ね、この試合を最後に代表へね、代表に行くっていう、ね、そうだ、3試合ぐらい水戸選手なしでリーグ戦やる。あ、まあ大丈夫。あとビジター完売、そう、これすごいね。え、山形サポ結構来るんじゃないかな。え、すごい。あ、亀7753、あーっと1000円、うわー、ありがとうございます。1000円、ありがとうございます。局長が来た途端1000円、スーパーチャットいただきまして、ありがとうございます。なるほど、山形さんもだからこれ負けたくないという気持ちで来るんでしょうね。そうですね、サポーターも相当、いや、まあ、相当勝つ気で、気合入ってるってことですね、サポーターも。いや、これは熱い。 あと、そうですね、山形にもこのハンダリク選手ね、代表選ばれてますから、うんうん、なるほどね、水戸さんとこのハンダリク選手の対決、これも見どころですよね。そうか、でもビジター席完売だったら本当動員数としたら2万とかね、うん、あのね、これ動員数ね、実際アウェイの力も結構ある。そうですね、あのやっぱ浦和戦とか多いんですよね、うん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 、アウェイもね。そうか、そうだね、今アルビも調子いいし、いいかな、これはいよいよ2万人いくか、確かに、いくかな。いや、選挙なんですよね、でもその日。ああ、なるほどね、関係あるかな。でも投票してから行けばいい、別に朝、ね、投票してから行ってもいい、投票してから関係ないか、関係ない選挙は、うん、みんな投票してから行きましょうね。あ、すごい、テレビ局の人っぽいこと。いや、大事です、大事です、そこは大事。選挙はまあ別にいいんじゃないですか。ダメダメダメ、テレビ局的にはもうダメです。これ YouTube だよ、でもテレビじゃないよ、うん、でもダメです。もし言ったらダメなんだよ、ね、言ってないよ、だから言ったらダメ、ちゃんと投票してから行きましょう。チカポンさんもね、CM 出てますね。そう、ね、山形要注意人物多すぎ不安、反面楽しみというね。 T シャツ効果、やっぱこれもらえるって分かるとやっぱり来るから、ね、あー、そっか、増えそうですね。これだからさ、アルビもやっぱ山形サポいっぱい来るっていうことを見越して、うん、でこのキャンペーン当てて、うん、こう動員ちょっと一発作るかっていう戦略があるのかな、うん、どうだろう、どうなんだろう。コンサドーレがね、あの夏に、ね、前帰ってます、あの赤黒満員大作戦とかって言って、うん、コロナ前はイベント打って動員かける、うん、たくさん入れるっていう、実際3万人超えたりとかしてっていうのがあるんだけど、その時の対戦相手に設定されてるのが浦和とか、あー、やっぱ、うん、そうですよね、そう大きいですよね、やっぱそのね、アウェーもやっぱ数千人来ると大きい、うんうんうん、やっぱすごい雰囲気になるよね、うん、札幌ドームでかいからさ、1万、2万前後だと、うん、やっぱり上の方とかちょっと空いてる感じってある、はいはいはい、やっぱ箱がでかいとそうなるじゃん、うん、結構入っててもしょうがないですよね、やっぱね、3万超えてくるとね、あ、だいぶ埋まってる感、びっしり感すごいのよ、うん、ほんとすごい雰囲気だよね、確かに、うん、そうだ、確かに、山形サポいっぱい来るといいっすね、ねえ、やっぱり天地人ダービーっていうのはやっぱ特別なあ、そうだ、川ちゃんが来たから、それをぜひ、特別ではないです、特別ではない、特別ではない、天地人ダービー、天地人ダービーっていうネーミング自体は別に特別じゃないですけど、そう、でも山形とのやっぱ山形との対戦は特別です、ね、ああそうなんだ、特別なダービー、はい、別に名前なんか関係ない、名前は関係ないかな、でも山形には初、うん、いや本当、うん、本当昔からね戦ってるから、うん、本当に、うん、まあそうですね、やっぱそれ川ちゃんがそう言うってことは山形の川ちゃんもそう言ってるってこと、ね、絶対言ってるってことで、もうそうそう負ける気がしてないと思います、お互いにやっぱ意識するの、それはもう山形からしてみればアウェーであったとしてもっていうことなんだね、うん、そう、まあでも結構来ますよね、山形のサポーターも、アウェー席完売だって、うん、でもこれさ、アウェー席完売してますよってガンガン言った方がいいね、あ、もうそれだったら冗談じゃねえ、俺たちも行くよっていう、あ、その感じはあった方がいいよ、多分ね、水戸さんがね、
こう随時こう、うん、ビジターとホームのチケットの売れ行きをツイッターで、ね、公開してて、あ、そうなんですか。新潟の方がね結構常に多くて、うんうん、来てくださいみたいな、うん、あ、やってますよ。いや、それね、いいと思う、いいと思う。あ、昔ね、札幌もあれよ、あの前売り券ね、あの毎回毎試合目標人数設定して、で今前売り券でどのぐらい売れてますみたいな、あ、目標まであと2000人よし頑張って、うん、行くかみんな行こうみたいな感じにざわざわなる。あ、へえ、それはそれ、それいいですね。結構いいかも。このわんこそばさんのポステコグルーの右腕左腕対決っていう言い方もなるほど、ね、確かにそうですね。ポステコグルーダービー、うん、ポステコダービーポステコダービー、いやいや、ポステコダービーすごいな。だから本当 J2 切ってのポジショナルプレー対決っていうね、うん、あれ、お互い盛り上げましょうって、この方山形の人かな。あ、山形の方も。あ、確かにレオ、ネーミングはモンテディオって書いてますからね。あ、 S レオさん。じゃあ山形サポも見てくれてるんですかね。なるほどね。これでビジター席って、まあ、完売って出てますけど、どのくらい販売してるんですかね。ね、分からん。どれぐらいなんだろう。多分まあコロナもあるしね、うん、絞ってるかもしれない。4分の1ぐらいなのかな。でもあそこをさ、あの区画バーッと見る限りさ、まあ、2000ぐらいは入りそうです。まあ数千ではありますよね、うん、きっとね。2,3000は入りそうな感じ、うん、はい、ビジターは完売してもまた広げるという。あ、あ、そっかそっか。広げる、ああ、枠をね。下ならじゃあ広げましょうかっていう感じ、ね、段階的にね、行くんだな。そうですね、山形の方はこれ日帰りするのかな、サポーターさん。完売してないですよ、まあ、基本日帰りでしょうね、山形。そっか、うん、でも泊まってもらってもいいと思うけどね、まあ、全然泊まってもいいですよね、うん、今ね、このいい季節だし、うん、新潟も、でもまあ山形もそんなに変わらないのかな、魅力は、地域として、うん、名物というか。そうか、そうか、去年はホームで手痛い逆転負けを許したから、ここで取り返して雪辱を果たさない、うん、そうですね、去年は確か谷口選手が先制して逆転されたっていうような試合でしたかね、うん、そうか、あれ、あの樺山選手でしたっけ。ああ、樺山選手ね、樺山選手がいたね、去年は。去年はいましたね。そうだよね。あ、参り、あ、この書き込んでくれてる人は参り、参りさん。なるほどね、じゃあ土曜日に来て、いいね、土曜日に来て日曜日見て帰る。なんか観光するのかな、ね、どこ行くんでしょうね。どこ行くんだろうね。まあ、観光するでしょう。いいね。でもまあ村上とかだったら本当すぐだもんね。あ、まあ、山形のどこかにもよるのか。そうですね、確かに。あ、いいですね。アルビー48さんからもまた、ホーム9連勝を祈って。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これちょっと今シーズンの最終戦でさ、あの、この今回、今年、今シーズン集まったスパチャを全部突っ込んでトト買うか。全額、全額突っ込んで。で、それ当たったら、こう、ボーンと来るから、ね、さあどうするっていうね。どう投資するんだっていうね。いや、ちゃんと還元していってね。還元もしつつね。視聴者の皆さんにね。そうだね。じゃあ、OMVP と言ってきますか。のこの水戸戦、横浜 FC 戦の、ね、2試合分ですか。うーん、まあみんなのはもうね、水戸選手、ね、水戸選手、2試合通じて、2試合通じて言っても水戸選手ですしね。小見選手とかでしょ、ね、小見選手、水戸選手、うん、そうですよね、きっと ね、みんなのもうということでいけばね。あ、ただ今日全然話題出てないですけど、シオン選手がね。あ、確かに全然話題出てなかった。そうそう、シオン選手ね、久々に決めましたね。いや、あのゴールすごかった。何試合ぶり、8試合ぶりぐらい。もっとじゃないですか。もっとじゃない、うん、アシストはね、いっぱいしてるイメージ。アシストはいっぱいですね。でも結構試合にね、やっぱ最後の方しか最近は出てないもん、ね、うんうん、そうですね。でもやっぱこの若手の活躍がすごく刺激になったっていう話をしてました ね、 ね、 いや、だから綺麗に、ね、コーナーキック、まあ、伊藤選手のキックも素晴らしかったのはもちろんですけど、うんうん、合わせたのがシオン選手っていう ね、 ね、しかもファーで ね、 ね、ああいうファーサイドってどちらかというと大きい選手がいるような、ね、イメージがあるけど、うんうん、多分ああいうふうに綺麗に直接合わせて決めるっていうのは多分初めてかな、多分。そうですね、なんか折り返しとかはね、クリアボールとか、なんか押し込んだ系はあったけど、直接は初めてですね。
まあね、シオン選手の2点目もね、一瞬鈴木浩二選手のね、あ、そうでしたね。行ったり来てた。あの決め方をね、ちょっと J リーグ TV さんから、ね、知りたいですね、解説してほしい、ね、どう決めてんのかって、ね、背中だったからダメだったのかな、いや、あれ結局だから当てる意思があるかないかですよ、ね、あ、なるほどね。でもさ、俺シンプルにさ、これどっちのゴールにした方が盛り上がるのかっていう基準で決めていいと思うんだよ。あ、だってあれで例えば鈴木浩二選手があえて背中パンって当て上げて当てに行ったら鈴木浩二選手のゴールだと思うんですけど、でもどっちかっていうと避けてたからね、完全にシュートコース開けてるんで、そう、ね、確かに、あれはシオン選手のゴールで間違いないと、ね、あれがディフェンダーだったとしても別にオウンゴールにはならないもんね、ならないみたいなことだよね、意図的じゃないので。ああ、でもなんかね、一瞬その鈴木選手のゴールになったじゃないですか、うん、その瞬間ちょうど鈴木選手がこうね、カメラで抜かれてて、うん、嬉しそうな顔しててやっぱ嬉しいんだ、すごい嬉しそうな顔してて、え、俺みたいな感じの反応してたから、うん、それを思うとまたちょっと切ない。なるほど上げて落とされたみたいな。ああ、なるほど、そもそも当たってなかったんじゃないかっていう。あ、まあでも誰かしらには当たりましたね、コース変わりましたね、ディフェンダーに当たってた、はい、コースは変わった、なんか若干こうね、変わってましたけど、さっきね、今日あニュースでやるんで、さっき編集で映像見てたんですけど、うん、明らかに当たってます、うん、当たってはいるんだよね、あれが浩二さんなのか相手のディフェンダーなのか、そう、際どいですよね。で、最終的に相手のディフェンダーが当たったと判断されたっていう、うん、ことなんですかね、多分ね、かな、まあ、ただあれ浩二さん避けてなかったら浩二さんに当たっ、ね、がっつり当たっちゃってたかもしれないと思うと、ナイス避けです、ね、ナイス避け、確かに昔札幌で進藤選手がシュート打って入ったんですけど、うん、それアンデルソン・ロペス選手がちょっとシュートしようとして当たんなかったんですよ、うん、だけどそのまま直接入ったんですよ、うん、でもアンデルソン・ロペスは明らかに自分触ってないのに喜んで自分が決めたかのように振る舞ったことによって一旦アンデルソン・ロペスのゴールになって後で訂正されるってことがありましたけど、ね、絶対触ってないじゃんっていう喜ぶっていうね、ブラジル人っぽかった。そっかそっか、ね、タツさんは早川選手、うん、まあ、早川選手もこの試合、はいはい、ミト戦がね、うん、やっぱセンターバックがねぴったりハマってましたもんね、うん、早川選手、うん、まあ、あと伊藤亮太郎選手、小島選手ね、うん、まあ、2試合やっぱクリーンシートでしたからね、うん、あ、確かに、うん、そうです、やっぱ横浜 FC 戦あれゼロで抑えたのは大きいですよね、大きい、まあ、大きいね、うん、え、しかもそうだからあれ得失点差もプラス6でしょ、だから、うん、それ大きいですよね、きっとこれまたこう最後に近づくにつれてそれがまた ね、 ね、特に上位3つは勝ち点拮抗してるからね、うん、大きくなってきますよ ね、 ね、南部さん的には2試合通じてっていうと難しいですけど、まあ、星選手なんじゃないですか、まあ、OMVP 的な観点で言うとね、だまあ水戸戦に関してはまあ伊藤亮太郎選手だと思うけど、うん、はいはい、横浜 FC 戦に関しては星選手、うんうん、かな、だから新境地、ね、だから全部いろいろひっくるめたら吉田陣平選手かもしれない、みたいなことかもしれないですね、まあ、そうですね、星選手はこうまた今までにないプレーを披露してくれましたよね、うんうんうん、かわいちゃんは、僕は、うん、まあ、横浜 FC 戦だったら谷口選手、谷口選手もまあまたね新境地というかね、う、やっぱあの1点目、うんうん、あの試合キックオフ直後に前線にプレスに行ったじゃないですか、うん、あれがなかったらあの得点は多分ないと思うんですよね、うん、横浜 FC は逃げるように、逃げるようにサイドにボールを流していってそこで囲んで取り切るっていうのができたんで、やっぱあのプレーがないともうちょっと横浜 FC はボールを簡単に前に進めてたと思うんで、あのプレスに谷口選手の良さがめちゃくちゃ詰まってるなっていうのと、あとやっぱね、ボランチの位置まで落ちてくることがね最近特に多いんで、それすごく助かってますよね、なんかもうボランチみたいな動き してるやんみたいな、うん、ね、ほんとサイド変えたりで、水戸戦は陣平選手ですか ね、 陣平選手ね、あの高卒ルーキーとは思えない落ち着き、うん、怖いっす ね、 ね、 ね、ちょっとすごいものを見てる気がしましたあれは一番怖いのは多分
島田選手とか甲選手が怖いと思ってるんじゃないですか。いや本当にね、なんかもうあの落ち着きでしかも的確にボールを運べるし、パスも出せるし、いや間違いなくね今後そのスタメンの座を奪いに来るというか、うん、はい、あの全然緊張感が伝わってこないというか、落ち着いててすごいですね。もう本間勲選手並みにね、もう落ち着いてる感じがします。あと千葉選手のシュート阻止も良かったという、うん、よかったね、あったね、ありましたね。監督っていうのはあと OMVP っていうことは大西 MVP っていう意味ね、なんですね。はい、だからそうです。それあ OMVP って何って、そうそうジャンポネさんが、あそうですよね、いわゆるみんなのね、みんなが思う MVP 以外のね、そうそうそう、みんなの MVP は多分この小見選手、うん、水戸選手だけど、決めた人がみんなの MVP だとするとそれ以外の中でっていう、そう、それ以外の中で、まあ、プレー以外の部分も含めてみたいなところですよね。だって初期の頃なんであの背中がかっこよかったみたいな、なんかさシャツを脱いで終わった後にシャツを脱いで背中の筋肉が素敵だったみたいなあったよね初期の頃、そう、ね、結構ルックス重視だったよね。だからそう考えるとさ、これはアルビトークも歴史を重ねてるよね初期の頃とだいぶテイスト変わってるもんね。いやだからいや最初はだから本当そういうノリで始めたんですよ。そうだった、だんだん皆さんが結構期待し始めてる、この OMV 誰なんだっていうのは、そうそう、だからちょっとなんだったら、だってこのアルビトークって俺さまだ入社前からやってんだもんね最初ね。そう、何回かそうそう、いや入ってからですよ。だから俺実験的に何回かやったかもしれないです、うん、最初の方全然知らないよ。そうですね、大西さんが一人で予想スタメンとか、そうそうそう、やってたやってた、そうだからやっぱその時代知らないよだいぶだから緩かったんですよだからだんだんやっぱそういう期待に応えるためにも真面目にちょっと選ばなきゃいけないなるほど、ね、感じになってくるそう秋山選手じゃない、あの新井選手の背中みたいなのすげえ覚えてるんだよな、これ何のために選んでるのかないやで髪型とかもすごい重要でした。髪型とか決まってたみたいな、あった、あった。髪型とかもあったし、顔とね、うんうんうん、なんかいろいろあった、うん、ありました、うん、本当にプレー以外のことで選んでた、ほとんどだ。最近ちょっとプレーに寄りすぎてんな、ちょっと真面目になってきた。そうですね、ちょっと真面目になってきた方がいいかもしんねえな、うん、本当ですか、まあ、サッカーやっぱサッカー見てなんぼの競技ですからね本当見た目大事がそうそう、見た目は大事これ動画あるからちょっと皆さん見てみてください。マジで背中とか言う真剣に言ってんのそうねしかもそれをさ、うん、結構選手とか見てくれてたじゃないですか。そうそうそう、今思うとすごい恥ずかしいですよね何見てんのみたいな。 OMVP はそれ貫いた方がいいと思うその線で確かにちょっと原点に立ち返り、原点に立ち返りますここであっていいんだろうかすごい600人以上の方がまだ見てくれてる、ね、人以上皆さん固唾を飲んでね、いや見守ってくれていますんで、どうしようかなそうね、OMVP なのにさ、あのえ、川ちゃんはとかさ俺たちも言うようになったのいつ頃からもう、ね、OMVP じゃねえよいやいやいや、まあ、この気ままさがいいじゃないですか。またえ、ありがとうございます。今日池王子な南部D にすごいちょっと嬉しいやら照れくさいやら、池王子な南部 D にすごい初めて言われた嬉しいですね。びっくりしました。オセロットさんっていうんですかね、すごい、ありがとうございます。この1000円はあのシーズン終わった後にトトに継ぎ込みたいと思いますありがとうございますいやいやいや、どうしようかな。はい、はい、ということで決まりましたか。はい、今週の OMVP は星選手。はい、はいはい、まあこれはまあどう考えたか、はい、そうなんですよ、うん、ここにいるメンバーは、うん、まあこれはまあ、うんうん、割とみんな一致のところじゃないでしょうかね、うんうん、なんかこうボランチっていうポジションに多分入っているんでしょうけど、こう前目でプレーしてなんかこうユーティリティープレイヤーで、うん、すごくこういろんなところにがこう、うん、手が届くというか足が届くというか、うん、そういう選手で、で数回前の生配信の時に、うん、未来の OMVP をなんか
予想するみたいなあったのを覚えてます？なるほどね、あ、なんかあったかもしれない。そう、それで私、うん、星選手選んでたんですよ。なるほど。そう、やったかもしれない。素晴らしい。見る目ある。見る目ある。いやでもこんなに早くこういう風に活躍してくれるっていうのは、うん、私もまだ思ってなくて、多分今月上旬ぐらいですよね、あれ。そう、ね、そう、2回前ぐらいですよね、あれ。そうそうそう、あの時はまだそんな全然出てない、そうそう、絡んでない状態だったけど、うん、こういう風に2試合連続で活躍してくれるっていうのはすごく嬉しいなって思って、うん、はい。それ言ってた頃ってさ、ベンチ入りとかもそんなにしてなかった。してない、してない。そうなんですね、うん、でベンチ入りしない選手いきなりバーンってスタメン出てこんだけ活躍するっつうんだからさ。いやだから本当すごいですよ、うん、今年のアルビ、すごいね、うん、普通なかなかないよね。そう、あとそう、交代で出るときに星選手ね、ちゃんとペコリってお辞儀してたんですよ、うん、そういうところも好き。そういうところも好き。なるほどね。真面目な感じで、うん、真面目な感じ、はい、紳士だなと思って。僕あのこの間その横浜の試合終わった後に囲みで星選手来てくれて、うん、あの初めて近くで見たんですけどね、うん、あの結構塩顔系イケメンな感じの雰囲気でしたよ。あの、ね、松田栄太郎選手に近い系のタイプ的には、いや、割と女性サポ人気高いですよね、うんうん、そうですよね。そう、松田選手をイケメンだっていう割にはなんで星選手を言わないのかなと思ったぐらい、え、イケメンですよ、風貌が。イケメン、イケメン、雰囲気的にはね、すごい似てる、うん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 、そう。まあ92年組だしね。あ、そっか、そうなんです。じゃあもう30になるんだ。そうですね、今年30の年ですね。なるほどね、はい。これだから次も期待ですね。これだから本当固定化されてたと思われたボランチがいよいよまた激戦区に、ね、ね、なってきたってことだよね。星は星でも白星でお願いします。うまい。うまい。いや、こういうのいいですね。いいですね。あとまた、トトダイ。南部ディにトトダイ。何何くれましたよ。え、すごい、お小遣いいっぱい来るじゃない。え、すごい。ジュンジュンさん。ジュンジュンさん。わかりました。これトトどっかでやりましょうよ。本当にマジで、マジで買おう。トトやろう。これだから俺はだから少なくとも1600円はトトに入れますね。ありがとうございます。そうですね。星選手もまあ本当松橋監督のねユース時代アカデミー、うん、からの付き合いですからね。うんうん、年間 OMVP のチーズケーキ食べれるんですか。チーズケーキの話したよね。それ、ああ、チョンテス選手にね。チョンテス選手のね。あ、はい、いいんじゃない？年間 OMVP で。そんな価値ないですよ、私のチーズケーキでも。ね、でも年間 OMVP のバリューがそのぐらいかもしれないじゃん。そういう意味では。でもコンビニぐらい美味しいって言ってましたよね。コンビニぐらい。だけどチーズケーキでコンビニぐらい美味しかったら相当美味しい。めちゃめちゃ美味しいです。結構ハイレベル。いや。ありがたいです、はい、じゃあそれは要検討で。そうですね、ありがとうございます。いやちょっとこれは負けられないですね、次ね、ね、天皇杯もありますからその後。そうだ、もうこれ発売されてんのかな、もう今日の6時以降から多分チケットもね。一平のこともかっこいいって言ってたよって、まあ、めちゃめちゃ言ってましたよ、うん、言ってた言ってた、しょうがない、それだってみんなかっこいいんだったら、もうだって、そうそう、いや一平選手に関してはもうちょっとハリウッドスターレベルのかっこよさだから。ちょっと普通のクラスにはいない、違うんですよ、もうあの、ね、一平選手が切り取られた瞬間だけハリウッド映画になるんですよ、なんか。っていうぐらいのかっこよさだから、ね、そうだよね、そうそうそう、普通にクラスにいないクラスのレベルのイケメンってことだよね、うん、芸能人近くにいない、そうだよ、ね、芸能人レベル、うん、多分まあそらそうだよ、ね、新番組南部 D の気ままにトト予想、あ、いいっすね、おお、それ見ますか。別に当たんないっすよ。まあ逆にあんまり公開したくないっすね。いや、こんな外してんのかっていう。あ、いやだけどさ、トトなんてさ、ほとんどの人外してるし、まあね、普通当たんないから。いや本当ね、マジに3連勝してくれってことで、本当ここは3連勝、ね、しなきゃいけない、はい、とこですね。いやいや、これまあホーム戦だし、ね、でも松橋監督がやっぱさ、うん、でもすごい大人って当たり前なんだけどさ、そのなんていうか、この勢いが何かを保証するものじゃないみたいなことを、ね、うん、昨日終わったと言ってたんでね、でもまあでもそれも確かにそうなんです。すごい冷静ですよね、うん、だからやっぱり常に冷静でこう、ね、目の前の試合一戦一戦っていうのは、うん、まあそういうことなんだろうなと思います、うん、だから危ない、まあ
まあ勝つでしょ、出そうになった。今言うかなって思ったんですけど、今ね俺止めたの、これね、言った方がいいのか言わない方がいいのかで言うと、俺言わない方がいいと思う。結構意外と期待してる方も、あ、違う違う、でもさ、去年それさ言っててさ、結構やっぱ勝たなくなったじゃん。逆に、ね、確かに、ね、今年言ってないでしょ、言わない方がいい、それが、あー、なるほどね、言わない方がいい、言わない方がいい、多分その方がいいな。そうですね、なるほど、うん、そうですね、ほぼ9連勝もかかってますもんね。ヤンツー時代に並ぶというね。そうなんですよね、ヤンツー時代に並ぶ。何年、2013年。13年、結構前ね、もうほぼほぼ10年ぐらい前ですか。そうですね、あれ9年前か。私新潟に来てないよまだ。あ、そうっすか、ね、うん、あの鈴木武蔵選手がまだ若さを見せてた頃ですよ、ナムさん、うん、そう。武蔵選手に、これあんま角度の高い報道じゃないと思うけど、あのヨーロッパ、ベルギーで契約満了というか対談して札幌がオファーしてるっていう一部報道があって、多分結構角度低いと思うんだけど、まあそう、神戸あたりですかね。いやでもね、本人ヨーロッパで模索してるとかっていうのがあるみたいな。2013年か、俺まだ深夜バラエティとかやってたな。スポーツ一回もやったことない。あ、そうなの、まだない頃、うん、そうですね、サポも緩まず行こうということでね。そうです ね、 いや、本当本当、気を引き締めて目の前の試合を全力で行った方がいいよね。そう、目の前の試合全力で応援しましょう、うん、その積み重ねでしかないもんね、うん、そうですね、本当の敵は自分みたいな感じですね。そうね、こっからそういう段階入ってくね、うん、本当自分に勝てるかどうか、うんうん、だって横浜 FC 戦の時もあれでしたよね、ハーフタイムで松橋監督が一回チームを締めたって、激、ね、ね、うん、を飛ばしたっていう ね、 ね、あのボール持たれてることが気に入らんと、うん、いうことだよね。でその時にも言ってたのがさ、J1 基準って言ってたんだよね、会見で。そうですね、はい、そこを見据えてね、うん、で今やってることが J1 基準なのかっていうことね、うん、まあ、でも昨日さ、うん、あの選挙の会議あったんですよ、当日の打ち合わせ7時から。だからね、俺実は家帰って9時過ぎからアルビの試合まず見たんですよ、うん、で90分見ますよね、うん、で終わった瞬間、昨日札幌と柏の試合終わった瞬間見たんですよ。でそういうことってあんまないでしょ。J1 と J2 連続で見るの。連続で、ね、だけどね、アルビめちゃくちゃもちろん強いと思いますよ、うん、で俺このチームで普通に J1 で戦えるっていう風に思ってるんですよ、うん、横浜 FC 戦見ても、うん、あの水戸戦見ても。だけどね、それ連続で見た瞬間で、ね、これだけはでも俺ちょっと思っちゃったの、うん、プレースピードがやっぱ違うのかなって、J1 と J2 で。で、これ分かんない。あの専門家に聞かないと、それこそ、うん。だけど、立ち上がりの5分間はそう感じたの、うん。で、福森選手が退場してからはちょっとそういう感じではもうないんだけど。一人退場してしまえばちょっと状況は変わるけど、うん、あの。本当にセンターバックとセンターバックがパス交換する、でその後前につけるとかって、全部のパスのスピード、トラップから蹴るまでの速さとか、うん、そう連続してみるとちょっとそう感じた。いや、そうだと思います、実際、うんうん、まあ、やっぱそこを見据えてやっていかないとね、はい、だからまたすぐ降格しちゃいますからね。そうそう、うん、J2 優勝とかね、昇格っていうだけだとね。そう、実際にね、うん、あの最近のでも昇格組残ってますよね、うん、ここ数年は。確かにすごい残ってる方だと思うけど、うん、昔で言うとさ、上がってもすぐ落ちるのが当たり前だったもん、まあね、うん、最近福岡にしても、ね、うん、残ってるし、京都もいい戦いしてるし、うん、ジュビロもあの残留圏だけどやや苦戦してる、うん、でも、まあ、まあ札幌もそうだけど、福岡にしても京都にしてもジュビロにしてもちょっとね、油断というか苦戦しちゃうと、うん、そうですね、2、3回負けたらもうすぐ降格争いみたいになっちゃうから、うん、やっぱ大変ですよ、残ることは、うん、ね、マンチェスターアルビっていう、ね、ここ、そうだね、ちょっとシティっぽいっすよね、まあ、だから J1、J2 とかカテゴリー限らず日本で一番いいサッカーをね、目指していけばいいんじゃないですかね、うんうん、そうね、うん、でもこれで本当に J1 でもバリバリにこのチームをやったらすごい注目度になると思うんだよね。やってるサッカーはめちゃくちゃ面白いわけだから、
だから今ね、川崎フロンターレからバンバン代表選手出てますよね、数年後にはこの新潟からね、いやいや、そういうことだと思う、代表選手を、ね、そういうことだと思う、続々とね、出していきたいですよね。そのためにもどうやってその育った選手たちを残していくか、ね、その戦いもありますから、本当にという感じで勝ちましょうということで、勝ちましょう、はあ、いやもう絶対勝ちましょう、一応山形には負けてらんないですよ、本当に。ゴメス選手のパススピードが緩いという記事がありましたね。あ、これはあれなんですよ、あの、うん、そのタイトルのあやというか、そうそうそう、あそのいわゆる緩急をつけたパスが素晴らしいですねっていう記事、あそういう意味だ、タイトルが結構、ね、刺激的で、ね、あ釣りタイトルみたいな。でも釣りじゃなくて内容もね、サッカーダイジェストの平沢さんが書いた記事、非常に読み応えのある、まあそれならいいです。なんかさ、俺これディスられたのにイラッとしたね今。そんなことねえわと思って。だって横浜 FC 戦のあの2点目のあのくさびのパス、はいはいはい、すごいじゃん、すごかった、ね、すごい、あれさ、水戸選手とかさ、いろんな選手がこう連携がとか言ってるけどさ、あの縦パスよ、あれは、うん、縦パスっていうか斜めのパス、うんうん、あんなのすごいよ。なんだっけ、いつかあの南部さんがね、ゴメス選手に話聞いた時に、その矢印を折るっていう話、うん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 、だからあの点、あの横浜 FC 戦の2点目なんてまさに矢印を折るパスだったんじゃないか、うんね、うん、ゴメス選手のだからゴメス選手の脇を確かねフリーランしてる選手がいたんですよ。谷口選手が縦行って、そうそうそう、伊藤選手は戻ってフォローし、うん、するような動きで、こうもう相手が引っ張られて、うん、もうモーゼの10回のようにこう、うん、コースがピシッと出てきて、そこをすかさずっていう、うん、まさにあそこの狭いところにあんな風にでも、うん、さパスつけるって普通ビビるじゃん、うん、でそれも躊躇なく、しかもダイレクトかなんかで蹴ったんじゃない、ゴメス選手。そうだっけ、ダイレクトだっけ、ダイレクトだったかちょっとはっきり分かんないけど、でもね、うん、あの本当迷わずそこにつけたみたいな、うん、蹴り方だったと思います。ここ最近とかはそうなんですよ、だから本当1人ボール持てば2人3人選手が動いてるみたいな、うん、シーンの連続が多い、うん、そうね、うん、距離感もいいしね、あれはすごい。あれなんだっけ、あのヤベッチスタジアムってダゾンであるじゃないですか、うん、あれで中村健吾選手が、うん、あのシーンにうなってたっていう、旗手選手もいましたもんね、うん、あれはやっぱ相当すごい、あと1点でチーム600点と J リーグのホームページにありましたということで、ぽっちゃりアルビソさん、誰が決めるんでしょうね、600点目はぜひ次の山形戦で、600点か、そういうことか。大西さんの T シャツはキッズサイズ、キッズサイズ、ね、これはキッズですね、女性はキッズでいいみたいですよ、はい、これ選べるの、これ入るのに、あのこれはあれっすね、なんで俺答えてんだなんで俺答え、あのあれっすね、1回通常サイズをもらって、でサイズが違うと思ったらなんか引き換え所で交換できるらしいです、キッズサイズ、そうなんだ、へー、はい、じゃあとりあえずデフォルトとしてはフリーをもらうんだ、フリーをもらって、そうフリーをもらってで交換、後で交換しますよっていう、その交換所があるようです、へー、はい、すごい調べたのだそうです、はい、あの自動的になんか脳内になるほどへー、そうなんだ、あのパスはそこまで狭くなかったようなっていう意見も、ね、これちょっとじゃあもう一回見てみないとあれですね、うん、でも J2 通算600点、いや、ああ J2 通算、うん、まあそりゃそうだよね、600点だと少なすぎる、うん、うん、J2 通算600点か、ね、J2 長くなりましたなぁと来てるから、まあまあ昇格するまででもね、うん、4、5年ありましたからね、初昇格までもね、うん、ということで、はい、頑張りましょう、頑張りましょう、また来週もね、生配信で、はい、あもう1時間以上経ってる、そうなんです、もうなんだかんだね、やっぱ今日皆さんね、本当あ6時過ぎてるんだもん、今日皆さん本当たくさんあの書き込みを教えていただけたんでね、今日、うん、あのコメント数は史上最多じゃない、本当ですか、結構多かったと思いますよ、ありがとうございます、ゆっくり後で見よう、メモリアル弾は誰が決めるんだ、じゃあねえ誰でしょう、あそうですね、ね、誰だろう、ここでだから谷口選手決めてほしいですね、うん、あ嬉しいですね、谷口選手もある、でも、まあ、シオン選手とかね、やっぱりクラブの、うん、そうね、そうですね、あとは水戸ちゃん、あそうね、あの弾みをつけて、そうね、うん、それもあるかな、勝ちましょうということで、ね、これ意外とゴメス選手とか持ってきそうな気がする、あいいですね、ね、いいですね、こういうところはいただきますみたいな、ね、うん、確かにでもいいですね、なんかありね、なんかね、ディフェンス陣でもいいですね、うん、
そうね、いいですね、千葉さんとかね、千葉さんとか、すごいゴールパフォーマンスしてくれそう、ね、確かに楽しみ、千葉さんゴールパフォーマンス見たい見、ね、たいいう感じで、じゃあまた来週もこれまた配信、はい、来週もまたじゃあ予定を合わせて、はい、はい、コミちゃんの PK で、なるほどね、あーそうね、見たいねめちゃくちゃ見たい、これね、そろそろ蹴ってほしいね、いいですね、見たい、あのペナルティエリア外から助走をつけてほしいですどんだけ助走長いのみたいな遅延行為になるかな北海道から全力で応援してますけど、あ、北海道のサポーターさんから、うん、え、南部さん、ダゾーンでゴメスとヨモダさんの試合後の握手のシーンでゴメスが映像から切れていたことをどう思いますかん、あんまりそのシーンもちょっと映像でも見なかったんで分かんないですけど、どれだろう、まあね、まあ、そういうことも歴史を知ってればね、うん、ヨモダさんは試合後の会見はめちゃくちゃ悔しそうだった、うん、うん、俺ね、なんかね、もちろんアルビを応援してたけど、ちょっとね、俺も胸が痛んだ。まあね、ヨモダさん、ミスター札幌だもんね。こっから連勝してくれって正直思った。うん、松岡さんがあの LINE で、まあ、これアルビ札幌正直な気持ちだと思うんだけど、うん、横浜 FC こっからズルズル落ちてほしいなって LINE で言ってた、ね。これは分かるよ、昇格争いのライバルとしては、うん、で俺はアルビも連勝、横浜 FC も連勝してほしいと個人的には思いました。うん、だお互いこう高め合って ね、成長していきたいですよね。どっちもいいチーム、横浜 FC はあれあのそんな弱くもないし、うん、悪いチームでも全くない、あのすごい俺思ってたよりも格段に見差し式だったからね、いいと思った、まあ、しかも四方田さんも1年目っていうところで考えるとすごいですよね。いや、ね、すごいよ1年目、うん、あ、そうですね、やっぱ戦力いるね、横浜 FC だクオリティー、うん、下がると思う選手ね、うん、ね、また来週も、また来週、うん、お楽しみと、時間を合わせて、いや今日本当たくさんの、ね、コメントいただきました、ね、本当にありがとうございます。コメント多いと嬉しいですね、盛り上がり、ね、そうですね、うん、いいですね、まあ、またこの辺りもまた夕方ぐらいの時間で、ね、できれば、そうです、ね、はい、来週、うん、次もそうですね、来週、来週、うん、どっかでお会いしましょう、スケジュール合わせましょう、うん、はい、はい、よろしいですかね、はい、はい、ということで、皆さん今日もここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。気に入っていただいた方、高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた来週。はい。